ロブさんンゲは、チベット人の法学者、政治家。インドのダラムサラに拠点を置く中央チベット行政府の公選による第2代首相。1968年にインド、西ベンガル州ーージリン郊外のチベット人、亡命社会で生まれた。誕生日は公式書類上では3月10日とされているが、これは1959年のチベット放棄が発生した日を借りたものであり。 正確な誕生日は本人も知らない。このことについて彼は自分の誕生日すら知らないという事実に私がどんな人生を送ってきたかが集約されていると語っている。ダージリンの中央チベット学校を卒業後、デリー大学で英文学と法律学を学び卒業。1992年、チベット青年会議執行部委員。1996年、 アメリカのハーバード大学ハーバードロースクールに留学し2004年に法学博士号を得た。博士論文は亡命チベット政権の民主主義と歴史。その後、ハーバード大学ロースクールの上級研究員を務めた。ウィーンで講演するロブさん宣言2011年4月27日に実施されたチベット亡命政府の首相選挙で55%を得票して当選した。 この選挙の有権者数は83,399人、投票率59%。ただし、ネパールの首都カトマンドにおいては、ネパール当局の妨害により投票が実施できなかった。同年8月8日に正式に首相に就任。ロブさん宣言は、チベット問題の平和的、非暴力的解決を望むダライラマ14世の立場を尊重し、 中国憲法の枠組みの中での自治権付与を求めている。彼は香港、マカオの一国二制度がチベットにとって最善の制度だとして暴力を伴う抵抗運動に否定的な見解を示している。チベット亡命政府首相としては400ドルの月給しか受け取っておらず、これはインド全体の平均月収の3万ルピーと比べても極めて低いが本人は 亡命政府首相としての職務に情熱を燃やし、収入については全く問題とはしていない。ロブさん宣言とダライラマ14世2012年3月31日、初のアジア外遊となる日本訪問を行った。日本滞在中の記者会見で、国際社会が中国との経済関係を優先して、チベット問題の解決を求められない現状に懸念を表明した。九月二十日、 第15期チベット亡命政権議会は亡命チベット人検証を改定し、それまでの首席大臣という称号を政治最高指導者と改めた。ロブさん宣言はチベット亡命政府の初代の政治最高指導者となったことになる。12月17日、日本の第46回衆議院議員総選挙で自民党が勝利したことについて声明を発表。声明では チベット人を代表して、安倍晋三氏を祝福し、日本の次期首相としての幸運を祈りたい。チベット人の民主主義と非暴力の戦いに対する、日本人と日本政府の長期にわたる支えに感謝するとしている。2013年3月10日、チベット民族放棄記念日54周年に合わせ、中国がチベット問題を迅速に解決することが、 他の自由を求める闘争に対する模範となるだろうと、声明を発表し、犠牲になった、チベット人のために祈りを捧げた。2015年3月10日、チベット民族放棄記,記念日56周年に際して、声明を発表し、ラサ市のチベット人が、ゲットに追いやられているとチベットの現状を指摘した。2016年4月27日、首相選挙で57%を得票して、 再選を果たした。2018年2月20日、日本チベット国会議員連盟の招きで、日本の国会内で講演し、自治をめぐってのチベットと中国の対話について、支援を呼びかけた。2020年11月20日に、アメリカ政府の招待を受け、ホワイトハウスを訪問。チベット亡命政府首相がホワイトハウスを訪れたのは、これが初である。ロブさん宣言内閣。 ありがとうございます。